皆さんこんにちは、すずりずのママです。今回は報告が2つあって動画を撮ってます。まずチャンネル登録100人達成ありがとうございます。チャンネル登録100人達成したらやりたかったことがあり、それを発表していきます。まず1つ目、チャンネル名を改名。これはですね、当初チャンネル、このチャンネルを開設した理由が、息子のやっちゃんが YouTube をやってみたいっていう夢があったので、親子の思い出記録という形でチャンネルを開設しました。まあ、でもそのうちやっちゃんもママと全くゲームしなくなったわけではないんですが、友達とゲームすることが多くなり、一緒にゲームをする機会も減ったので、だったらその当時はリズはいなかったんですけど、スズの動画を上げていこうと思い今に至ります。で、肝心のチャンネル名のやっちゃんが出てこないとなったので、だったらチャンネル名を改名しようと。で、中途半端なことが嫌いな性格なので、どうせだったらキリがいい100人でチャンネル名を改名したいと去年から思っていたので、チャンネル名を改名いたします。そしてそのチャンネル名はすずりず日和ときどきママ。すずとりずの名前をつけたいというのと、遠足日和とか洗濯日和とかいう言葉があるじゃないですか。そこにすずりずをかけてすずりず日和、ときどきママっていうのは、基本このチャンネルはすずとりずメインの動画なんですが、たまにママが DIY やら趣味のゲームやらするので、時々ママで、その時々ママっていうのは天気で晴れ時々曇りとか言うじゃないですか。それをかけてすずりず日和時々ママ。意外に結構考えたんですよ。でも基本すずりず日和で覚えていただけたら嬉しいなと思います。そして報告2つ目、ツイッターアカウントを開設しました。もともとツイッターアカウントは持ってるんですが、そちらは違う用途で使ってるアカウントなので、別ですずりず専用のアカウントを作りました。でこちらは動物が大好きなんで、動物好きな人とつながりたい、いろんな情報共有したり癒しを共有したりする用途で使っていこうと思っています。告知等もそちらでやっていきたいと思っておりますので、ぜひ動物好きな方はツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターアカウントは概要欄に載っけておくので、ぜひチェックよろしくお願いします。長々喋りましたが、チャンネル名改名、ツイッターアカウントの解説、こちらは今回の報告となります。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。で、本当にチャンネル登録してくれた方、動画を視聴してくれた方、本当にありがとうございます。これからはすずりず日和、どうぞよろしくお願いします。それではバイバイ。